こんにちは、ブルーホースです。本日もヘビーレインやってまいりましょう。前回はね、ノーマンジェリデンパークで雨が 15cm なら、まあその全部 15% あるということで、そこで殺人が行われているということで、今ちらっと、ね、左下に 4.836cm っていうのが出てきたんで、もうあと 10cm ほど雨量が溜まってしまうと、そこで殺人が行われるということなので、もう急を要しているということですね。で、ここでまた私立探偵のスコットちゃんが出てきたんです。Susan Bowles, mother of the origami killer's latest victim. Maybe she knows something about the circumstances surrounding her son's death. Ah, asthma free for the moment, loving it. Got an old inhaler in my pocket, just in case. で、前回ね、ちょっとね、宗教にハマったヤバい男が、まあそのいわゆる第一容疑者だったところで、なんとかね、交渉に成功して銃ぶっ放すっていうことはなかったんで良かったですね。中を覗く。おー、かわいい、ベイビー、ベイビーいる。全然あれだね。ピーポーン、コンコンコン。 No answer. Baby screaming inside. 中から赤ん坊の泣き声。 Another promise and start. 開かない、こっちは開かないね。じゃあ裏口から行こうか。Baby screaming and no answers? 赤ん坊が泣いてて返事なし、嫌なやつ。Don't like the look of this. ってことは何？お母さんが should have a look around. 別の入り口がある。よかった、最初にぐるっと一周回っといて。傘ささないんだね。まあ、この程度の雨だったら傘ささないっていうくらい慣れてる地域の人なのかな。わかんないけど。プラプラすな。階段くらい、しっかり上りにしたい。裏口は開くんかーい。慎重に慎重に起こさないように。おはようございます。赤ん坊泣いてるね。めちゃめちゃ泣いてるね。ボールズさん、ミスボールズ、ミスボールズ、anybody home? anybody home? ちょっと待って、人気がない。 doesn't seem to be anyoneなんて書いてある手紙に。ああ、Jesus。もうダメ、耐えられません、赤ちゃん。うわぁ、最悪。ここいなくなったからってさ。Wait a minute。じゃあもう一人の子供はほったらかしてていいっていうのかよ。うわぁ、ショックはわかるけどさ。だとしても今につける子供ほったらかししていい理由にはならんでしょうね。ちょっと赤ちゃん。Hang on, baby。First, I gotta find mama. でも、その前にちょっとあやさないとわからない。Hello, little cutie. お兄ちゃん、おじぶちゃん、どうした？ママを探してるから。Looking for your mama. 4ヶ月目か5ヶ月目くらいっていうサイズだな。抱っこしてあげないの？心配。This letter. Holy fuck. I hope she hasn't. どこで生きてるかだよね。あ、そっか、家の中をまず探さないとだよね。もしかしたらの、この可能性もあるもんね。いない？どっかいない？Come on, I have to search the house. Maybe it's not too late. まだ間に合うかもしれない。そう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 。ベッドルームとかさ、あ、いない？ Come on, I have to search the house. Maybe it's not too late. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, are you there? いるね。ここであれだね。よいしょ。悪いよ。ちょっと家、命には変えられないからね。後で修理代は警察に。 Oh, shit!間に合うかな。間に合う。Mrs. Bowles! Bowles! Mrs. Bowles, can you hear me? ああ、やっちゃってんな。Wake up! Wake up! 急げ。ああ、生きてる。あれ、ちょっとこれ難しくない？やばい。あ、そっか、押しっぱなしにして、急にして、で、こうやって。上げていく。ちょっと待って。コントローラーが反応しない。でも声上げてるってことは生きてるってことだよね。で、Q を押しながら。OK。よし。なんとか。もうこれ以上血液が流れることはないね。よし、なんとか。よし、とりあえずベッドに置こう。ベッドに置きたい。違うんだよ。ベッドに置きたいんだよ。回ってる場合じゃないんだよ。どこ連れて行きたいの？
ああ、オッケーオッケーオッケー。止血は間に合うな。これ、こういう時って止血意味あるのかな？ I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital. なんで？ Please. Okay. わかりました。じゃあ何か傷の手当て。You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. Okay, don't move. いやー、I'll be right back. なんか嫌な予感するけどな、大丈夫かな？傷パッド。Mm.Need some bandages and disinfectant. どっかにあるはずだ。Gonna be here somewhere. あるかな、そんなの。She should have some bandages in the bathroom. 風呂場か。風呂場だったらこっちじゃん。間違えた。Quick, she's losing blood. I gotta hurry. これ、あれだよね、その、時間に間に合わなかったら失血死するとかそういうオチじゃないよね。大丈夫かな。ちょっと待って、それは後回しだ。今君の自分のことをしてる場合じゃない。急げ。そうそうそう、絆創膏くらいあるだろう。Let's see. I need this. これとこれ。あ、あった。And this. でこう運のいい And this. これとこれとこれと。オッケー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 。巻いて巻いて巻いて。あ、なんか持ち方が可愛い。オッケー。間に合うかな。切ってくれよ。あー、開いてる。目が開いてる。大丈夫。I'm here for you, Susan. You'll be all right. 私がここにいます。大丈夫です。I'll take care of you. そばについてます。で、ほい。痛い。痛いけど我慢してね。よし。とりあえず血は拭き取った。しっかり。Stay with me, Susan. しっかりして、Susan。Susan、do you hear me? Susan, stay with me. Can you hear me? Stay with me. 喋って、喋って、喋り続けないと。Okay. Come on. あ、いける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 。これを最後。あ、絆創膏止めましょう。OK。二箇所。もう二箇所。これ止めたところで輸血しないと血液じゃない止血だけ傷が深くなくてよかった。あーでも気絶するくらいの血は流れてしまったってことだね。大丈夫？なぜあんなに死なしてくれなかったの？ My baby needs me. OK 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 俺が見るからとりあえずまだ休んどいて。 You stay there. I'll take care of the baby. OK?子供のことも大事なのはわかるけど、まずはあなた自身が帰ってきてあげないと。With a baby, I mean. もちろん。これでもベテランの子育て嫌だぜ。There's nothing I can do. 探偵だから子供が大丈夫かっていうと、Her name is Emily. I was エミリーね。Gotcha. はいよ。ちょっと、なんでそっち行くの？もう操作性がもうクソだ。もう。行きたいところに行かせてくれない。それはママも不安になるわ。このおっさんどこ行く気なのよってなるわ。Mommy will live for now. Let's see how Junior's doing. だってもう右をしてんのにさ、左にどんどん進んでいくもんね。ああ、エミリー、元気？4ヶ月目くらい。あ、sit。手洗おう。なるほどね。そういうためのあの手洗いのシーンだったんだね。ミルクいっぱいあるだろ。でも粉ミルクって一回入れてから2時間以上経ったらもうちょっと飲めなくなるからね。雑菌とかのこともあって。ああ、もうあなたどうしたいんだ？助けたいの？逃げたいの？ほい。 Hi there, Emily. エミリー。 So what seems to be the problem, huh? 4、5ヶ月もうちょっといいか。 Going by the smell, I got a pretty good idea. うっちしてますね。うっちっちうっちっち。おむつおむつ、ちょっと待って。おむつ、あれ、おむつはあれだね。おむつ。ああ、もう、操作がすごいしにくい。なんで全然こう言うこと聞いてくれないんだろう。なんでそっち行くの？おっさん。おっさん。あ、もうダメだ。じゃあもうとりあえず抱っこして。あそこ、すごいところでおむつ替えするね。そかおむつ替えをするアイコンはなかったのね。じゃあこっちでよかった。Okay. どうすればいいんだっけ。How do you do this again? 探偵なら何でもしてるんだろ。違う違う違う。あ、いや、そうじゃないんだな。めっちゃテンション上げ上げ。いいね。違うんだな。それやったらな、もしでも、あの万が一おしっことかうんちされた時に床がもうベロベロになるから、まずは、あのおむつをあげる前に、あれですよ。普通は、
替えのおむつを下に引いてから替えなきゃいけない。There you go, fresh new baby. 大丈夫か。てかまずお尻拭いてあげた。That should feel better. いつの間にズボン履かせたの。Right, Emily. さすが探偵、何でもできるね。うん。てかエミリーちゃんをスーザンの元に持っていくのがいいと思うんだよね。Hey, what's the matter? まだ何かある。I thought we solved the problem. 今度はお腹すいたな、今度はな、これな。うん。ね、Of course.Now I know why you're crying, my little peachy poo. Mother shall be to the rescue. これ2時間以上経ってない、大丈夫？このミルクであげて大丈夫か？I guess I better warm this thing up. 温めた方がいいんだろうな。はい、じゃあもうちょっとお待ちね。Doesn't look ill. 病気じゃないな。病気ではない。Why is she crying? なんで泣いてるんだ？スーザンなら分かるかもしれないな。I'll ask Susan. She'll know what to do. 温めてる間に。Maybe she's hungry.お腹空いてるのかな。Why is she crying? なんで泣いてるんだ。I'll ask Susan. She'll know what to do. なんかさ、エミリー泣いてんだけどさ、どうしたらいいと思う？助言お願いします。Susan, I changed the diaper, but she's still crying. She's hungry. お腹空いたんだわ。哺乳瓶がキッチンにあるから。There's a bottle in the kitchen. Gotcha. Okay, いいよ。てか、あのさ、この人たちは知り合いなの？あなた誰みたいな会話にはならなかった。だから、クソジ、ジグナ、私の指示に従え。なんだろうね。やっぱりキーボード操作って難しいよね。全然行きたい方向に行ってくれない。コントローラーでやるべきなのかな。なんかね、本当に申し訳ないんだけど、コントローラー最近刺してもらうかね、反応しないからもう仕方なく今これでやってんだよね。あ、温めてなかったのかもはや。はい。あちん、早い。シャカ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 、ちょっと熱いんじゃないの。手の甲でちょっちょっちょってやってあげて、手の甲でちょっちょっちょってやって確かめてあげて。そう、持ち逃げしないの。はい、じゃあ飲ませてあげましょう。手の甲でね、ちょっとね、手の上に乗っけたところであったか熱くないかどうかっていうのを確かめてから。Oh, Emily, are you hungry? Hmm? Hold on. よしよし、飲もうね。I'll just tilt this bottle a little bit. ボトルを少し傾けようね。少々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 。はい。はいはい、ごっくごっく、はい、ごっくごっく、あー、いい感じ、あー、いいね、飲んでるのね、いいね、いいね、あー、ぽよぽよ、ぽよぽよ、いい感じ、いい感じ、うー、あんま飲んでる時に揺らしちゃダメよ、飲んでる、揺らしてる時に、逆流しちゃ、はいよ、足りた？あ、眠くなってきたね、あー、なんでお腹いっぱいになってるの、眠くなるの、いいね、でも、ゲップさせてあげなきゃダメよ、そう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 、おじちゃん、ちょっとゲップね、寝かしつけてね。ゲップゲップ。そう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 。ギフってやった。Oh, good job, Emily. Oh, 出た出た。いいね。You're feeling good now, right? あんまり激しく揺らさないようにね。ゆっくりゆっくり寝ましょうね。I'm gonna rock you very gently so you can have a nice little sleep. さあ、おやすみ。寝ようね。ゆっくりゆっくりゆっくりすぎる。ゆっくり。ゆっくりゆっくり、はい、ぽよぽよ、はい、ぽよぽよ、めっちゃ笑顔、いい感じ、はい、ぽよぽよ、ぽよぽよ、はい、おねむね、これ起きるパターンのやつね。だよね、めちゃめちゃ雑だったもんね、これは今。Oh. Oh. Sorry, kid. You're not done rocking, right? 今のはスコットが悪かった。まあなんなら操作してる俺が悪かった。はい、ぽよぽよ。はい、ぽよぽよ。はい、いいよか。はい、もう一回ぽよぽよ。はい、再度ぽよぽよ。めっちゃわかるわ。置いた瞬間にこう起きると、ほんとがっくりくるし、あーって、イライラーって感じがするんでね。はい、ゆっくりゆっくり。あ、いや、ゆっくり。そうそうそうあーいい感じで最後寝てね、でね、チュパ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 言いながら寝てるのがね、もうたまらなく可愛かったですんでね。Right, that's about the limit of my maternal powers. 限界そこか。Poor kid. かわいそうに。Life ain't gonna be easy for her. 何おデブに抱かれてちょっと嫌だったわーっていうのが、幼心に思い出すところかな。お。Thanks for looking after my baby. いいえ。あなた大丈夫？I didn't want to leave her. 置いていきたくなかった。でもどうすることがなくできなくて。I just couldn't cope anymore. そうか。切相のね、私立探偵だな。本当。Just not having Jeremy. ただジェレミーがいなくなって。
あの子は本当にいい子で。He was such a good boy. 自分の子供はどんな子でもいい子って思うよね。Can't understand why anyone would want to hurt him. わかる。Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? He disappeared. いなくなった。事件の翌日に理由はわからない。最低やな、そいつ。その父親が最低やな。I don't know what happened to him. I don't know what happened.多分耐えられなかった。それは父親もいなくなってさ、Maybe he couldn't take it. 息子もいなくなってってなったらさ、Ever since I've had to look after Emily all on my own and 普段ね、僕も奥さんがすごい熱心に子供のこと見てくれてるけど、I understand. 一人で子育てなんてできないよマジで。二人でも大変。Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? メモとか伝言特になし。最低の父親やな。No. 何も言わずに出てった。He left the house without a word and... あ、連絡も取れない、つかないようにしてってことやな。There was just the cell phone. The cell phone? 生きてない可能性もあるよね。Yeah, I found a cell phone in his dresser. あ、そっからなんか、あれか。I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. じゃあ違うの? I tried to turn it on, but it didn't work. まさか犯人? Do you still have it? まだあるかい? Yeah, it's, It's in a drawer in the living room. You can have it if you'd like. I'm sure it's of more use to you than to me. Do you have any family or anybody to help you? Yeah. My mother. I didn't want to ask her for anything. We don't really get along.But I guess I'm out of options. Well, look after yourself. And Emily. I will. I promise. Okay. 約束だぜ。おじさんとの約束やぞ。リビングの引き出しとスーザー。あ、ちょっと待って。あー、びっくりした。今足がふるって動いたから、また風呂場に向かったのかと思った。リビングの引き出しって言ったらこれか?違うな。あ、こっちか。これかな?なるほどね。なんかこの時代の携帯って感じするね。うん。このセルフォンは一体なんだ?あ、これまたあれじゃないの?あー、開かないのか。Good luck, Emily. 幸せになるんだぞ。お母さんは大事にな。お母さんはね、君がいるだけで幸せを感じられるから、本当に。じゃあこれでどうしたらいい?帰ったらいいのかな?でもこれ今さ、こっから出てったらさ、鍵開きっぱでさ、めちゃめちゃ不用心だけど大丈夫なのかな?まあ手がかりは1個手に入れたから、まあとりあえず、スコットとしてはミッションコンプリートっていうところなのかな?大丈夫だよね。急に銃を出してバンとかない?結局スーザンはこのスコットってあなた一体何者っていうことを疑わずに終わっちゃったけど、それはそれでよかったの。ああ、まあまあということでね、本日のパートは以上というところになるかな。そうですね、ということでよかったです。ということでね、次またイーサーに戻ってくるみたいですが、次回パートもお楽しみください。ということでバイバイ。